ふるさと林道湯の沢線は、群馬県神田郡南木村、大旗日の木沢から同田の郡上野村大旗、奈良原に至る林道である。この道路の開通以前、神田郡下仁田町から神田郡南木村を経て、田の郡上野村へと通ずる道路として、群馬県道45号下仁田上野線が利用されて、いたが、急勾配、強唱等の問題があり、 下仁田上野間の交通のボトルネックとなっていた。この問題の解消のため、1995年に事業都市2008年度末の全線開通を目指し工事が開始、2009年3月末に完成した。南木村川のトンネル街道路が未完成だった以前、その工事を道路を暫定区間として利用していた。 南北村川区間の完成以降は湯の沢トンネルを除いた区間で県道標識が設置された。南側の田野郡上野村は長野県南作佐作保町などの作地域と隣接して国道299号及び群馬県道長野県道124号上野小海線で結んでいるがいずれも国道と言われるほど道路状況が悪く さらに冬季通行止めとなるため、この道地域間の迂回路にもなっている。湯の沢トンネルは、この区間上にある全長3323メートルのトンネルである。2000年より着工し、2003年に完成した。2004年3月24日に南木村川で開通式が挙行され、併用開始した。ありがとうございます。